ここに一人の超能力者がいる。周囲からモブと呼ばれる小学生。彼は強力な力を持っていながらも、自らそれを披露することを無意識に避けるようになっていた。成長を重ねるごとに、自分の力が危険であることに徐々に気づいていったのだ。好きなように思うがまま動けないとなると、常に感情にブレーキをかけた状態になる。力の使用を避ける生活がコンプレックスになっていることにモブ本人は気づいていない。抑圧された感情はモブの心の奥深くで少しずつ膨らんでいく。内で溢れ出し暴れる感情の西部にも限界許容量がある。そして今まさに本流し渦巻く感情がついに限界を超えようとしていた。それは怒り。これほどの超能力者とはスマイルマスクが通じないわけだ。マスク、あれにも細工があったのか。力が弱すぎて気づかなかったよ。まあいいや。グループの仲間外れを殺すのがあんたの宗教の方針なら本気で来い。笑わせるよりは簡単かもしれない。本気で来いだと？お前を消すのに2秒もありゃ足りるぞ小僧。感情のない家畜が人並みに怒ったふりすんじゃねえよ。次は泣いてみるか。派手だな。なんだこれ。こいつは参ったぜ。この俺がフル霊力で戦う羽目になるとはな。このガキ本物だが、ここでくたまんな。なんだと。お前リクエストに応えて出てきたよ。これが僕の感情だ。身を委ねるとこうなる。化け物かてめえ。だがレイザービームさあ突撃。狂ってきた修羅場の数が勝敗を分ける。僕は最低だ。あ、影山。影山茂雄と花沢照樹、超能力者同士の対決はついに決着がつかなかった。互いの拠り所を拒絶し合った結果、そこに勝者はなく虚無感のみが両者の胸に深く刻まれる結果となったかに思えた。なんだそれは。やっとやる気になったのか。それでいい。結局お前も信念を貫けないんだ。よし来た最大マンや。使ったな影山。我慢できずに超能力を使いやがった。てめえも人に向けて使ってんじゃねえか。結局お前も。あれ、こいつ意識がないのか。じゃあなんだよこの力。なんだ、僕の力が影山に吸い込まれて。いや、それだけじゃない。大気中のエネルギーも。こんな膨大な器を持っていたのか。テルはそこに触れてはいけない何かを感じていた。
異質、正体不明。嘘だろ、僕は何を目覚めさせてしまったんだ。モブはすぐに悟った。自分は変わることができなかった。また超能力で事故を起こしてしまった。感情をぶつける先が見つからない。矛盾をはらむ無力感に飲まれる。どうしても自分に勝てないという悲しみ。それはモブの自らに対するささやかな抵抗であった。その顔が気に入らんな。敵意満々のその顔がな。おい、お前、こんなの初めてだ。わかるか。ああ、僕の敵。俺が手をつかされた。あんなガキに。あの男、終わった。僕たちにひどいことをした大人のお兄さん。言っとくけど、お前のせいだからな。どうして、どうしてリツがこんな目に遭わなきゃいけないんだ。僕の弟が許さない。どうしたんだ、その状況は。私が能力を発揮するまでもなく、すでに打ちのめされているのか、坊主。あんたがやったのか。敵意むき出しだな。ならば、サービスでさらなる絶望を見せてやろう。なる相手に本気で対抗するな。マブ、四人まとめてあの世行きだ。リツ、花沢君、レーゲン師匠、みんなを死なすわけにはいかない。僕が本気で戦うしかないんだ。守るためにはたとえ相手がどうなったって。やめとけモブ、お前が苦しくなるだけだ。嫌な時はな、逃げたっていいんだよ。やっぱり師匠はすごいな。逃げてもいい。その言葉を聞いた瞬間、モブの中でいびつに膨らみ爆発したエネルギーは行き先を変えていた。人の言葉が与える影響は時折計り知れない。
力を持つ者は戦わなければならない。その責任がモブの橋を崩していた。しかし誰かがそっと手を伸ばすだけで心の解決につながることがある。結果一時的にモブの持つ全エネルギーが霊源に丸投げされた。実質逃げおおせたのである。晴れやかな気分で心にあるのはただ一つ、死への感謝。シャボン玉か？誰にも全てを飲み込み消滅させてしまう黒玉。この男、あろうことか全